の講義をですね、私曹洞宗の修行の話をしてくれって言ってこられた時に、私はそれは私にふさわしくない、その私は自分の話しかできない男です、で曹洞宗を代表にした修行の話なんていうのはとてもできませんって、お断りしたんですね。そしたらその自分の話してくれればいいと、こういう、それなら何も勉強しなくてもいいし調べなくてもいいし、それでまあお引き受けしたわけですが、それでまあ私が発心修行してきた話をまあこれ勉強も何もしないところでお話しされていただいて、しかし、その間に私のついた佐々木行動老師、それからさらには道元禅師の、言葉なんかを織り交ぜながらお話しさせていただこうかと思うんです。でまずそういう意味で私自身のお話しなきゃなんないんですが、私はまあこうご覧の通り、坊主になっちゃった。しかしこれはね、今普通の坊さんが、出家したのと相当違ったコースで坊主になってると思うんですね。というのは私はね、中学1年の時のニュークラウンリーダーっていう、あれですね、英語の教科書の中で、人は食うために生きるにあらず、生きるために食うないっていう、そういうのがね、英語で出てきたんです。英語の方はもう忘れちゃってるけど、食うために生きるにあらず、生きるために食うないっていう言葉をね、英語のリーダーで読んで、それを中学1年の頃バカに感心したんですね。そうだと思った。ところがそれからですね、3年4年ぐらいになってから、それじゃあ食うために生きるんじゃなくて、生きるために食うんだったら、生きるとは何かっていうのは、これ中学3年の頃から問題になり始めた。で3年4年5年っていうのは、受験勉強なんてもう全くしないでそればっかり考えてたんですね。そして、まあその頃の学校の先生、ちょっとそういうようなことを考えそうな先生にみんな聞いて、当たって聞いてみた。そうしたところが、みんな生きるとはっていうんでね、その特徴として我が人生観を語ってくれた。しかしそのね、話聞いて、どれも私、その頃の私に、あ、そうだって納得できなかった。というのは、今の場合でもそうだと思うんだけれど、生きる人生っていうことね、要するに、まあ、私は人生悩み始めたわけだけど、人生っていうことに対して本当にね、今の人たちが言うのは大概の世当たりのことね、その所詮世当たりのことを人生って言ってると思う。ところが私のその頃の疑いは世当たり人生じゃなかった。でもっと根本的に生死ひっくるめたところが本当の人生だと思う。生死、まあ、これその後仏教では
生寺って言いますね、生死と言わないで生寺って言いますが、生寺ひっくるめたところのもの、そういう人生を追求してたわけですね。だからその頃のその学校の先生や、それからちょっとそういうことを話してでも聞かせようっていう人の話が納得いかなかったのは、例えばね、今でもそうだと思うんですが、大概の人何のために生きるのかいうとですね、人類社会の幸福のためにとかね、なんか、まあ、そんなこと言うじゃないですか。それは結構だ。しかしながら幸福とは何かというのがまず問題。そうすると結局幸福っていうのは究極的に言葉で言い表すと結局金と健康ぐらいになるんじゃないですか。そして金と健康をさえ手に入れたならば幸福だっていうんだと、今度人間最後には死ななきゃあんないね。そうすると死ぬ時にはそれじゃあ幸福かっていうと、少なくとも健康じゃない。年取って死ぬって言ったら、これはもう老いさらばえていくんだ。それから病気するか、そしてその時に、だから健康を幸福と思ってればもう不幸のどん底だ。それから金っていうのもね、これもいくら持ってても死んだ時には、いや死ぬ以前にもう年取ってくるとね、収入は いずれ減るんだ。その時からもう不幸は始まるじゃない。そして最後には死ぬ時にはいくら金持っててももうそれを置いていかなきゃあんないっていう、言ったらやっぱりこれ不幸のどん底で死ななきゃあんないっていう。私はまあそういう、私はこの頭がとんがってるせいか頭がいいもんねそれで私はすぐそう考えた。それでそういう生死ひっくるめた自己の人生、何のために生きるのか、それがその頃の私の考え方ですね。それをもしね、中途半端に金と健康ぐらいのことを言って、それで最後には不幸のどん底になるのに幸福のためって言って一生永遠として働くっていうね、こんなことは結局滅びのために一生懸命やってることじゃないかっていうことです。それで そんなに滅びのために一生苦労して、花の命は短くて、苦しきことのみ多かりきっていう言葉もあるけれど、こんなバカなことできるかっていうのはその頃の気持ちですね。それで そんなね、苦労して生きることはやめて早く自殺しようとこうその頃考えた。いや今もこのものでも中学や高校生で自殺する人もいるけれど、やっぱりそういう気分で自殺するんじゃないかなと思うんです。でところがそういう今中学生や高校生でそういうんで自殺するのに、事実こうだって言ってやれる人いますか？やっぱりいないと思う。でその点ね、私は自殺しようと思ったんだけど、それからそれ以前にね、またその頃でも仏教とかキリスト教とかっていう宗教ある。それで仏教の話も聞きに行った、だからキリスト教の話も聞きに行った。しかしどうもね、仏教にもキリスト教にも入る気にはなれなかった。というのはね、仏教っていうと、初めから菩提涅槃を求めるっていうね、成仏するっていう、そういうことを言うね。からキリスト教だったら、
永遠の生命、神の国に生まれるという。これね、事故とちょっと関係ない。そういうのあらかじめ、俺が生きるのは神の国に生まれるためってね、そこがちょっと飛躍がありすぎるもんね。あるいは五大涅槃を求めるってのも飛躍がありすぎる。五章を願うっていう、あるいは極楽へ行くっていうの、これも今の事故からあんまり飛躍がありすぎる。それであれやっぱりね、日本人っていうのはその時その頃から頼りない人間だと思ったな。というのは日本人っていうのは儒教が入ってくる頃には仁義の道っていうのね、これが求むべきものと思って求めて、それから仏教が入ってくる頃には菩提涅槃を求める、それでキリスト教が入ってくる頃には神の国ってね、それからまあ戦後も民主主義とか実存主義とかね、その時その時に目の前に置かれたものをですね、その追っかけるんですね。で決して自分からっていうのはないもん。でこの私がだからね、そういうのを地震国日本っていうね、地震国日本ってこう揺れる地震じゃない、いつでも先進国じゃない、後進国でもない、次に進むっていう意味でね、地震国日本だ。このね、地震国日本に対してですね、私は非常に反感を持って、それでそうじゃない俺がっていうね、自己の本当に生きる道を歩みたいというのはその頃の願いなんです。で、いわんやね、今の新興宗教っていうのね、これみんなどこの新興宗教も私んとこの神様ほどあこそ絶対者、こういうところがそれがもう出揃ってんだから、もう絶対者がマーケットの商品みたいに並んで、それで競り売りしてる。それをですね、宗教どの宗教がいいかなって財布、自分の財布と相談しながら、まあ、この辺にしとこうかって、こんなのがね、大体絶対者を求めるそのあり方じゃないもん。私そういうのは中学時代にもう考えたんですね。で分かってた。それからね、結局どこまでも俺は自己を生きるんだ、で自己の真実を生きようというのが私のこの発信の始めです。なかなかいい発信したもんねところがね、その時にね、では真実とは何かってまた考えたんだけど、それがわからなかった。どうしてもその真実っていう言葉、これだとこうはっきり言い表せなかった。しかしまあ私は真実に生きようっていうのは、とにかく私の出発点の始めですね。それからちょうど今それが昭和4、5年の頃だったんだからね、ちょうど50年経ってんじゃない。でまあ50年それをじっと求め続けたことは間違いない。そしてね、それの一環としてとうとう坊主になっちゃったんだけど、これはどうしてかっていうと、それでまあその頃中学時代、真実に生きようと思って、とにかく人類っていうのは本当に人生とは何かってまだみんな知っていないんだ。
まだ自殺するって言ってもまだ俺は若いんだから、それをどこまでも追求して、そして本当の人生とはこういうものだというのが分かるまで追求し抜いてですね、そして人類のために掲げようと、こういうんだが私のその発心であり誓願であったんだが、惜しいじゃないですか。そしてね、まあ差し当たり、そのあれですね、日本人というのは、その頃の日本人というのは過去からの続きとしては東洋の世界に住んだ、あの横の世界とつながりとしては西洋の文明の中に生きた、それで本当に自己の真実を追求するならばですね、このこれからの世界に向かって本当の人類の在り方を変えることができるんだ、これ中学生の頃この発信したんですね。ところがね、そうしてそんなことから西洋哲学やったりキリスト教を勉強したりしたわけですが、そのうちに正法眼蔵を見てると、玄奘公案の巻、仏道を習うというは自己を習うなりという、まあこれはもう皆さんもご承知だと思う、その言葉に出会って、はは、俺と同じようなことを言うやつがやっぱりいるんだなって、その道元禅師っていう人も、もう自己から出発してんだなって、まあその頃まず分かる。それからですね、大学出てからしばらく経ってから、正法眼蔵そういう意味で分からないけどひっくり返して見てる中に、自称三昧っていうね巻があります。この自称三昧の巻にね、こういう言葉があるんです。たとえ知識にも従い、たとえ共感にも従う、みなこれ自己に従うなり、共感おのれずから自共感なり、知識おのれずから自知識なり、力あれば変算知識は変算自己なり、とこういう言葉ですかね。これは言ってみれば知識っていうのは、まあ本当の師匠につく、たとえ知識にも従う、あるいは共感に従うと、お経を読む、これはね、みんな自己に従うことなんだ。だから師匠につくことは自己に、自己を本当に学ぶために、自己に従うんだということですね。そしてね、その、後にですね、しかあるに自称自語の道を聞いて、祖人っていうのは慌てもんですね、祖人を思わくは死に伝授すべからく、すべからず自学すべし、これ大いなる誤りなりと、自下の資料分別を邪気して師匠なきは祭典の天然下道なりという言葉があるんです。これはあれですね、まあ自称自語って自分が自分になればいいんだと、こういうところがね、そういう言葉を聞いて慌てもんは、だから師匠につかなくていいんだ、俺は俺であればいいんだ、こういうのはね大きな間違いだっていうことですね。祭典の、そういうのは祭典の天然芸だよって言ってね、要するに本当に学ぶべきことを学んでいない野蛮人だと、こういうことこれ読んだ時にね、あ、そうか、本当に真実の自己を学ぶのには、本当に真実の自己を探求した人について教わらなきゃダメなんだ、ただ俺が俺であればいいっていうのは、これは我を張ってるだけだ、これじゃダメなんだということをね、知ったんですね。これ自称三昧の巻に出てくること、
それでね、あ、それじゃあその坊主になろうとうとう言い出したわけです。それが、数えで30、今時のあれでいや29ですかね。だから非常に晩年坊主です。それで、私が坊主になるって言い始めたら、私の親父、まあ私を持て余してたからだもあるけれど、まあそれもよかろう。しかしお前みたいなやつが坊主になるんだったら、師匠はいいの探さないとダメだって言うんでね。それで私の親父、いろいろこれ道元門下で坊主になりたいって言ったもんですからね、まあ曹洞宗の、人坊さんたちにいろいろ探してくれたんです。そして佐々木浪士、佐々木行動浪士っていうのが良さそうだ。で今度鶴見の総人で柿接心があるから、それに参加してよかったら自分で頼んでみろということだったんで、それで昭和16年のね夏、鶴見の総人の接心に参加したんです。ところがこの時、まあその頃前段っていう佐々木浪士の本がありまして、それも読んでいったんですが、この時の佐々木浪士の話は何て言いますかね、私にとって魚が水を売るがごとく、あるいは寒天に振った銃のごとく、みんな吸収した。そして佐々木浪士の話も本気になって聞きながら、それでノートも取って帰って、それからそのノートをまた整理して、そして佐々木浪士は一体何を言ってるのかって、まあ、考えてみたんですね。この時のね佐々木浪士の言葉で私が、ことに、その感動した言葉、この5項目あります。その第1はね、仏法は1、行き着くところに、仏法は行き着く、行き着くところへ人は行き着くところへ行き着いた人生を教えるものである。これが第1番。それから第2番はですね、座禅は透明なる自己になることである。第3番目は、座禅は自分が自分を自分することである。座禅はね。それから4番目には座禅は宇宙と仏通になる姿勢である。それから5番目が
までにしても何にもならんということですね。まあ、この5つをその時の話、昭和16年の夏季参禅会の話なんですが、まあ私こう5項目引き抜いたんですね。そして考えてみたら、今考えてみたらね、その後ね、佐々木朗氏に、それから以後、佐々木朗氏が亡くなるまで、昭和40年に亡くなったんですが、それから25年の間ね、この言葉を探求するために25年ついたって言ったようなもんですね。これ一番初めに愛したんだけど、佐々木朗氏の本当に大切なことをよく引き抜いてると思う。それでね、今日お話しすることもね、まずこの5項目についてお話ししつつ、佐々木朗氏の言葉、それから道元禅師の言葉織り交ぜていこうと、まあそういうことを考えた。でまずその仏法は行き着くところへ行き着いた人生を教えるものであることですね。これを佐々木朗氏言われた時、本当に私は感動した。というのは、私が今も言ったように、中学時代から真実の事故に生きようとこう思ってたわけですね。俺はその真実とは、ね、何かっていうのをどうしても分かんなかった。ところがこれを言葉を聞いて、あ、真実とは行き着くところへ行き着いた人生だ。要するに私の言いたいことをズバッと言ってくれたわけだからね。それで私はあ、この老子について坊主になろうって、もうこの言葉聞いた時にもう決めたもん。そしてね、坊主になったわけですが、その後だんだんその仏教の勉強も、そういう意味で自己の仏教っていうのは、だから仏道を習うというのは自己を習うなり、それで本当の事故っていうのは行き着くところへ行き着いたんだ、これを本当に追求しようっていうんでね、やってますから、初め言ったように菩提涅槃を求めると、そういう浮いた話じゃない。私自身のこととして仏教を勉強し始めた。そしてね、勉強してみると、これはね、道元禅師の消防現像比叡三宝の巻にね、その問う何がゆえに人へにこの三に帰するや、答うこの三種は必教起承なるをもってなり、という言葉がある。道元禅師の言葉ですね。問う何がゆえにこの人へにこの三に帰するやっていうのはね、三っていうのは三宝ですね。智慧三宝の巻だから、仏法僧の三宝に一体何のために帰依するんですかっていうね、問いに対して、この三は必教起承なるを持ってないという、このね、あれです、必教起承っていうのは
つまり帰するところっていうこれもね、その沢木老師は行き着くところへ行き着いた人生とこうね、沢木老師流のその日本語で現代語で言ってくれてるわけですね。で、沢木老師はこの言葉を言ったんだな。あるいはね、その消防現像傑作読の巻、己が今の所具所住は善合に惹かれて真実にあらず、ただ正伝の仏法に企業せん、すなわち学物の実機なるべしという言葉もある。これ実機、実に帰するところ。結局ね、今我々がなんだかんだって考えてることっていうのはね、これは善合に惹かれて真実にあらず、前からの続きでね、そう思ってるだけなんだ、どんなことでも。それでそうじゃない、本当にその正伝の仏法に帰依する、その時に初めてね、その我々人生の実に帰するとこ、そういうことね、実際に帰るとこ、それだから仏法を学ぶんだという言葉もある。ああ、この行き着くとこに行き着いたっていうのは、やっぱり沢木老師の初めて言い始めた言葉じゃなくて、道元禅師の言葉の中にもあるんだなっていうことを私知ったんです。ところがさらに何、聖徳太子の十七条憲法に、その厚く三宝を敬え、三宝は仏法そうなり、すなわち師匠の十期、十期っていうのはこれついに帰するところ、師匠っていうのはね、昔仏教では卵生湿生化粧対象っていってですね、その卵で生まれてくるやつがある、あるいは湿生っていうのは、ボウフラみたいに水が古くなると湧いてくる、これを湿生っていう。それから化粧っていうのは蝶みたいにウジ虫からその蝶々が生まれてくる、これが化粧ですね。一人これだけ取っておいてください、こっち、これは。それでですね、それから対象っていうのは人間みたいに子供として生まれてくる、この師匠の十期、万国の極主なりと、つまり生きとし生けるものの行き着くところへ行き着いたっていうの、これ聖徳太子にも出てくる。やっぱりの道元禅師とか聖徳太子っていうのは俺と同じようなこと考えるもんだなってあれしたんですがね、とにかくそれに対して今の人たちはどうかっていうと、世間の人たちは中途半端、いい加減、ごまかし、不十分、これも沢木老師の言葉だ。沢木老師はこれ中途半端、いい加減、ごまかし、不十分っていつでも一言で言ってたけどね、よく考えてみてもみんなね、中途半端なところで生きてるんですよ。要するになんか惰性的に、この惰性的生き方、これは居眠りボケっていうね要するになんだかボケてる、昨日もしたから今日もするっていうね、でなんちゅうことなしに惰性として生きた、そうかと思うといつでも思いつきでその時その場の行動をする、あの方がかっこいいって言ってね、それで格好のいい、これでね、なんちゅうことなしにね、我々いつでもムラムラとね
人間ってやつは自分の心の中に物足りような思いがあるね。なんかムラ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 、いつでもなんか物足りたい。でその物足りような思いに従っていつも行動してる。これは欲ぼけだ。ところがそれ以外にね、そのこれ人間というのは社会がある。人間社会というのはどうしてできてきたかというと、我々言葉が使うでしょ。本当言葉でこう通じ合うね、世界が開けるわけです。本当は通じ合わないんですよ。生命の実物って言ったらね、通じ合わない。いや、例えば私が手を一発したい。しかし、あれだけのちょっと間に合わないから、ちょっとすまない、手を一発貸してくれ。その子の代わり、プップップっていうのを利息につけるからって言ったってね、それでバッという大きいやつ貸してくれって言っても、俺はね、手一発でも人と貸し借りできない。これも沢木老師が言ってた。で手一発さえも貸し借りできないところ。しかし、言葉っていうのね、で通じ合うと、そこに通じ合いの世界ができて、そしていわば約束ごとの世界ですね。言葉っていうんで、まあライター貸してくれって言うと、ライター貸してくれる。これやっぱり言葉がそういうふうに約束してるから。それでこの約束ごとの世界の中に今度つかり込むね、我々。そして約束ごとの世界が本当だ、本当に実在するもんだと。これはね、グループボケっていうのは、これも沢木老師の言葉。その沢木老師なかなか面白い言葉をたくさん使う。だけどグループボケって、でそのグループボケにもいろいろありますね。組織ボケっていうんだね。この肩書き持ってると威張ってるじゃない。私なんかね、ずっと昭和24年から昭和37年まで京都の町をいつでも放っていって宅発してる。宅発してるとね、いつでもこの犬に吠えられるんですよ。ことにスピッツってやつはね、このもう鎖がね、引きちぎれるキャンキャンキャンってして、ね、吠えてくる。ところが面白いことね、ある時その鎖の先がね、こうよく結びつけてなかったんだね。バラッと溶けちゃった。こうしたら途端にスピッツがね、今までこのキャンキャンキャンって言って吠えてくるやつが、これ鎖がバラッと溶けたら、したら途端に恐縮したような顔してる。で引き下がったね。あれ見て、はあ、人間とよく似てるのか人間が似てるのか。とにかく人間ってやつは肩書きっていうね、肩書きがあるとそれでいたけだかになって吠えるじゃん。で肩書きがなくなると途端に引き下がる。これはね、組織ボケですね。それから思想ボケっていうのは、思想ボケっていうのはそういう言葉同士で、例えばイスラエル民族っていうのね、ユダヤ民族って、これ私もその後外人たちと随分出会ってあれしてみると、ユダヤ教のユダヤ人っていうのはこれは厳しいね、そうと。でもうユダヤ人だけが、ユダヤ民族だけが先民であるって、そういうのを確信して疑わない。こんなのはやっぱり、だからアラビア人と4000年昔の神話の思い出話です、いまだに戦争するじゃない。これね、これは思想ボケだ。いや、マルキシズムっ
中でもそうだしね、あの原理運動中でもそうだし、まあ何もかもね思想ボケだ。それとまあもう一つボケ方挙げりゃ競争ボケだね。今のあのなんていうか入学試験のね、もう合格しようって言うんで、親まで一生懸命になってやってるでしょ。あれは競争ボケだ。とにかくそういうふうに、これ元々の根拠っていうのは考えよく考えてください。生命本当の事故とね何の関わりもない。この人間社会のあれですね。約束事の中でボケてる。こういうのに対して本当の行き着くところへ行き着いた人生、これが大切なんです。そしてそういうことにボケないというのが次の透明なる自己か。透明なる自己、無色透明まっさらっていうのがね、沢木老師がいつも言ってた。そして消防現像随文記にも座禅は自己の正体なりって書いてあるね。自己の正体なり、本当に正気の沙汰になってる自己、何にもボケていないということね。でこれを道元禅師はそのこの不思量体を思量せよ、不思量体いかんが思量せん、非思量、こういう言葉を言ってるけど、この非思量が透明です。この非思量ってのは一体どういうことかって、これは単なる思念思量じゃない、考え事じゃない。資料ってのはね、単なる考え事じゃない。それじゃあ無念無想かというと無念無想でもない。そこが資料というのはね、よく座禅して座禅してもう無念無想になりましたっていうね、いう座禅するとは無念無想になることですかっていう人がいるけど、もし無念無想っていうことをの座禅があるとすれば、それは道元禅師の教えられる座禅ではない。道元禅師の教えられる座禅はね、人間としてはいろんな考えが浮かぶのが当たり前だもん。でそのに考えが浮かぶ人間の真実のあり方なんだから。そうするとね、要するに人間の考えが考え事も真実じゃないけれど、考えが全く何もなくなるのも真実じゃない。大切なのはそのいろいろ我々頭に考え事は浮かんでくる、その浮かんでくる考えそれぐるに透明であることだ。それが自己の正体だ。事故ってやつはもう考えが全く何もなくなるんじゃ事故にならない。事故の正体はこの生命として生きてる限りいろいろ頭に浮かんでくるのは当たり前。そしてただそれが考え事をしてるんじゃもうダメだ。そうでなしに百戦の思いが湧き上がってきてもそれぐるみとして透明、無色透明という、これが大切なところですね。でそういうのを自己の正体ともいい。それから道元禅師はそういう座禅を
善なの首相とも言う。不善なっていうのは全く汚れていない、汚されていない心の修行ですね。これが難しいんだ。汚れまいとするとそれだけ汚れてる。で、透明になろうと思うとそれだけ透明じゃないんだ。それだけ色合いがついちゃう。それでこのだから無色透明なる自己っていうのが一番難しいんです。で、まあこの無色透明なる自己の話はね、今ひとまず置いて、これは後の一番最後のその座禅しても何にもならぬというところでもう一遍ねお話しすることにして、次のですね、今度は自分が自分を、座禅は自分が自分を自分するということ。これ沢木郎氏はきっとこの中にも沢木郎氏の本を読まれてる方あると思いますが、その沢木郎氏は自己に親しむ、座禅は自己に親しむこととも言われてるね。要するに自分が自分になる。で、この自分は自分が自分する、あるいは自己が自己になる、自己に親しむ、こういうのは一体どういうことか。これはね、例えばちょっと話が飛びますが、沢木郎氏がもう亡くなってから昭和45、6年の頃だったと思うんだけれど、その時に、その頃にあるね、アメリカの大会社の社長が私のところにやってきたことがあるんです。安泰寺にね。で、その大会社の社長がね言うのに、私は、経済的にはもちろん不自由していない、から家族もの、よく言ってんで、これも満足しています、家庭的にも満足している、しかし私はこの頃寂しくていられないんです、こういうんだね。それでそのこれはどうしてでしょうか。その時私ピンときた。それで、その時に私はね、これはまあ、私の生命の実物っていう本にも書い、この話書きましたがね、こういうことなんですね。私っていうのはこの私っていうのね、自分のその親に対しては私は子供だ。それからその子供に対しては親だ。それから細君に対しては夫、それから金持ちに対しては貧乏、あんないいものって言ってね、それは買えない。それから上役に対しては下役と、こういうふうにしてですね、いつでも我々ね、他に対するごとにその自分のある姿があるわけです。そしてあるいはさ、その自分より有能者に出会うと俺はダメだってこうコンプレックス感じるね。俺は無能者だ、俺こういういくらでもこう自分ってものが
の姿がこうして現れてくるんだ。そしてね、自分ちものはこういうもんだと、この外との関係における他との兼ね合いにおいて現れたこの格好ですね、それだけが俺だと思ってる。だからまあその人は会社って言うと俺は社長ってこう出てくるでしょ。で、社会に対して有力者ってこういうふうにもういろいろアメリカの大会社の社長なんだからね、いろいろそういうあれがたくさん出てくるけれど、しかしこの人はついに自己の実物とは出会っていない、ただ他との兼ね合いだけのことですね。他との兼ね合いにおける我が姿だけを俺だと。それでそういう他との兼ね合いにおける我が姿だけを自分だとして、そして本当の自己の実物を知っていない限り急に寂しくなるのがことがあるのは当たり前だと私その時そう言ったんだ。そしたらその社長ね、確かにそうですってね、それで本当の自己の実物になるのは座禅しなきゃダメだって、まあ座禅の話持っていっちゃった。そしたら座禅させてくださいって言ってたんですね。そしたらその時にこの突発的にアメリカから電話がかかってきた。そして会社でストライキ起こったからすぐ帰れって、それでこれは大変って言ってね、でまた出直してきますから一つ安泰寺で断念してさせてくださいって言いながら帰ったまんまでその後も来ないけれどねそういう人もいた。で結局これはまあ一つの例だけど、みんなね、誰でも世間相場の自分ですね。だからその会社でもって班長って言われるようになったって言ったよ、俺が班長だけの価値になったと思う。それから課長になったって言うと課長になったんだと思ってる。あるいはなんか重役になると重役になったんだってね、さっきのスピッツの鎖だもん、鎖の話で自己の実物とは関係ないんだ。そして世間評価なだけが自分だと思って暮らしてんですよ。ところがある時この外側だけがこれが俺だと思って時にね、こそっとねこの事故の実物が下へ落っこっちゃって、でなんだか空虚感を感じて、あ寂しいと思うのは当たり前だ、おまねな頭悪いから本当はみんなね、だから寂しくなんなきゃならないと。でこういうことであれしてるとね、どうして寂しくなるのか、仏教ではね、他に壊死するものは動揺すね、北京に出て他に寄りかかってる、他との兼ね合いの話だからね、他に寄りかかってる。そうすると他ってやつは動くんでね、他が動くとその度ごとに動揺します。例えば俺はもう、重役だ社長だって言ってね、毎日高級な会社が迎えに来るね、ところが定年になったって言って翌日からパタッとあれは随分現金だね、パタッとこうその迎えに来なくなって、これが一番空虚感を感じさせるらしい。でその点ね、動揺するわけだ。ところがね、仏教の根本はこれ上安音経の流行経っていうのに出てきますが、自らに帰依せよ、
法に帰依せよ、他に帰依することなかれ、言葉がある。これが根本なんですね。他に寄りかかってちゃいけない。本当に自分にこれを、そう、北京に自己の寄り所は自己のみなりっていうね、自分の本当に頼りにするとこは自分だけ、よく整えられし自己のみ、良き寄り所となるというね、言葉が北京に出てくる。ダンマパラ、これなんですね。その仏教の根本がそう、お釈迦さんの時代からそう。そしてだからお釈迦さんっていうのもね、本当は菩提涅槃を求めるっていう、そんなね仏教用語でね、修行した人じゃないんだと思うね。本当に自己が自己になるっていうこと、それから出発したんだお釈迦さん。ところがそれから以後の伝授はみんなそれを用語化しちゃって、そしてなんだか今の仏教用語ばっかりの仏教になってるね。私はこれが気に食わない。で、いや、ちょうどだからね、仏教の話は、あたかも缶詰みたいなもんだ。みんなこの菩提涅槃という缶詰であって、俺あるいは般若って言って、またね、缶詰がある、ハラミツっていう缶詰がある、そういう缶詰ばっかりのあれでね、缶詰ってやつはね、保存は効くね、それから運搬にも便利だ。だから日本に仏教のその缶詰はたくさんある。しかし肝心のそれ、ただ日本の仏教学者はただその缶詰を一生懸命倉庫の中で整理してるだけだ。大切なのはその缶詰を持ってきてこう開けてね、まず俺が食わなきゃ、そして俺が食ったあげく、まあ皆さんもちょっと食べてごらんなさいってね、それが大切なんだと思う。で、まあ仏教っていうのは根本はだから自己が自己になる。で、沢木老師はこれを自分が自分を自分するっていう。それから道元禅師は自重三昧、こういう道元禅師の座禅はね、自重三昧。道元禅師の自由三昧を沢木老師は自分が自分を自分するってね、言い換えた。ところがこの自分を自分を自分するっていうのはね、ここが修行のしどころなんですね。まあ今日は修行の話だから、修行を特に問題として言いますとね、これが修行のしどころ。それで私はね、これ確かに座禅というのは自分が自分を自分するんだ、そういうつもりでずっと沢木老師について座禅してきたんだ。どうもね、宗門の座禅を見てると、それがまず座禅というと狭窄持って回るね。ところが座禅してるとね、狭窄持って回ってるとね、あれがおもちゃ遊びになるんです。結構、あ、またあいつ殴られたそうするとまた殴る方でも、こいつまたこの前俺殴りやがった、俺また殴り返してある俺じゃあね、自分が自分を自分してないもん。それでね、私はこの沢木老師が亡くなってから接心の座禅接心の仕方をぐらっと変えた。狭窄なし、押すと眠るじゃん。それでね、沢木老師が亡くなってから、その接心っていうね、これただ座って何日かいるっていう、
そのやり方をね、朝から晩まで、朝4時からですね、晩の、9時まで座りっぱなしに座るとしたんですね。そして喋る言葉を出すとね、そうするとそこで発散してね、一中の座禅が途切れる。それで絶対無言の行、自分が自分を自分するんだから、この佐々木老師の言った自分が自分を自分するっていうのは、これを最も純粋にな、その精神のやり方をやろうっていうのが私の考え方でね。それでそうしたんです。そうするとね、それでまあご飯、三度のご飯だけは食べますがね、それ以外は、何人いても絶対にその人と口を聞かない。それで座ってるんですね。それで狭窄も使わないと、ほんと眠くなる。じゃあどうぞお休み。その寝たらいい。しかしながら、そういうしょっちゅう朝から晩までね、座ってると、座り詰めに座ってる。そして5日間やるんだけど、俺5日間のうちに1日17、8時間座ってるわけですが、5日間やってるって、そんなにね、70何時間もね、寝続けに寝られるもんじゃない。やってみたってわかるけど、そうすればどうしたって目が覚めんだ。目が覚めたらこれ自分の修行なの。私のところはこの法図資格になるためにっていうあれがないですからね、資格取りなしだからね、もうただこうしてりゃ資格が取れるっていうやつは一人もいない。みんな俺の修行と思ってやるんだから、そうすると目が覚めたら俺の修行と思って本気になって座れっていうだけだ。それで5日間これまあ座禅の仕方、それから精神の仕方、私の精神の仕方、そういう精神、それから、今度坊主のなり方もそうだ。坊主のなり方もその普通まあ坊さんになって相当で修行するっていうのは、どうも坊主資格を取りたいって、坊主資格っていうのね、どっかの寺の住職になるため、そのためにどうしても総動員何年か暗号 しなきゃあんない。こういうのはダメだ。全くいくら安泰寺で何十年いようと坊主資格は取れない。ここが大切なのね。いや、私自身がそうなんだ。私自身が佐々木老師について、佐々木老師についてから亡くなるまで丸25年ついてる。ところがその間に私は佐々木老師から月給一つももらったことない。それから、ボーナスもないでしょ。それから退職手当もない。それから恩給もつかない。何にもない。資格も取れない。資格取れなきゃ寺の住職さんはできないとかね。そこのところに25年いたの。それで佐々木老師の亡くなる直前になってね、このまんまじゃ佐々木老師死んだら安泰寺また幽霊寺になっちゃう。なんとかあんたその資格だけつけといてほしい。それでというのが隣の和尚の言い分で、そして私がその宗門へ行って何とか取ってくるからって言って、それで宗務長行って、それで私のはだから何て言うのかな、裏口資格